はい、こんにちは、慶太郎です。今日は原宿駅に来ています。おっさんがなんでこんなに忙しくないところに来ているかと言いますと、いよいよ来週になりました、桜井町メディア合同写真展の会場であるですね、デザインフェスタギャラリー原宿への道案内をしようと思いまして、こんなところまで来ました。というわけなんで、これからですね、一緒に行ってみたいと思います。まあ、せっかくですのでね、竹下通り突き入っていきましょう。それではよろしくお願いします。はい、竹下通りですね。ここは相変わらずいっぱいですけども、今日はちょっと少なめな気がします。昨日じゃないよ、先週とかはね、もっとすごいいっぱいだったんで、全然来たんですね。で、基本的には今の竹下口を出て竹下通り突き入って、さらにですね、信号もまっすぐ突き入っていくと、近くに行きます。なんで、まあ、まっすぐで一回曲がればいいだけっていう、すごいいい場所なんですよね、行きやすい。わー、かわいい。で、行ってみましょう。さっきから何回も行ってみましょう。竹下通りはやっぱりね、楽しそうですね。女の子とかいっぱいいるし、なんかすげえ若い時にね、若い時っていうか子供の時に姉貴に連れられてきた覚えがありますね。で、そう、無料だそうです。なんか昔メタルファッションとか買ったお店ってこういうとこだったのかな。今なんかすげえかっこいいですね。なんか俺らの頃って、ね、なんかライダースのジャケットに秒打ってエナメルのパンツとかさ、なんか今だったら絶対着ないよねって感じのやつなんですけどね。あ、なんかどうしてもこれも目がいっちゃいますね、おじさんって。やね、で、クレープ屋さんが見えます。やっぱ原宿といえばクレープ屋さんでしょうか。おじさんいっぱい行きたいんですけど、一回も食べたことがありません。ああいうのやっぱりね、おじさん一人じゃ食べづらいじゃん。なんで行ったことないんですけど、できれば写真展の期間中にモデルさんが来てくれて、慶太郎さん一緒にクレープ食べに行きましょうなんていうのが、ちょっとおじさんは理想です。かっこいいね。でもやっぱ、今バンドマンだったらこういう格好したいな。あんなさ、かっこ悪いエナメルのパンツとか、とんがったジュパンツとかじゃなくて、できればこういうのを着そう。まあ体型的に無理ですけど、またクレープ屋さんです。もうここまで来ると、会場近いんでね、モデルさんと向けて食べに来れるかな、誰か来ないかな、そういう人。これは願望ですけど、やっぱ言葉にしないすればほら叶うこともあるかもしれない、ね。したいことはね、やっぱり言葉にするといいんですよ。誰かが聞いていてくれることがあります。こっち来てバンドやった頃って、一番なんていうのかな、落ち着いてた頃っていうか、一番つまんない頃かな、つまんない、なんだろう、ちょっとカッコつけたいようなお年頃っていうかさ、そういう頃だった気がするから、あんまり面白いことってしなかったんだよね。
はい、それでは信号変わったんでまた進みましょう。この細い路地を行きます。看板が見えます。デザインフェスタギャラリーね。ただこっち行くと、イーストの方の入り口になります。今回自分たちの展示の方はウエストなので、もう一個向こうの路地になります。いいですけどね、いろんなギャラリーに突っ切っていかないといけないんで、多分外から回っていった方が簡単です。でここを曲がります。着物があるところを目印にしていただくといいかなと。はい、いろんなものがありますね、原宿さんね。原宿あんまり来なかったな。学生の頃も自分はあんまり原宿で遊んだりはしなかったな。渋谷とかよく行ってましたけどね。渋谷下北かな、俺なんか遊んでたのは。やっぱバンドが来ましたんでね、原宿とかよく遊びに来たし。はい、ここね、細い方に入ります。で、そうするとこのまるで屋台のようなビニールシートをかぶしてあるところが、はい、ここが、デザインポスターギャラリー原宿イーストの入り口になります。俺さっきイーストを向こうって言ったけど、こっちがイーストですね。向こうはウエストです。はい、で、よいしょ、ここのこういう建物です。ここの3階が、展示会場になりますので、そちら行ってみようと思います。なんか歩いていけないんでカメラをお願いします。はい、それでは、内部の方はですね、静止画でご案内します。何しろこの日はですね、女子美大ね、女の子の女子美大の、展示会がありまして、もう全館使ってたみたいです。なのでもう中は女の子だらけ。おじさんよく行ったなと思いますけど、とりあえずね、この道案内したいと思って行ったんですが、今考えると大したもんですよね。女の子だらけの中に入っておっさんが一人でね、偉いなと。だから女の子がほとんどでしょ。多分大人は親御さんってことになるんですかね。おっさん一人ってのはなかなかレアでしたね。ちょっと作品をお話しした人に、今日どうしていらっしゃったんですかって言われましたけど、まあ確かにおっさんが一人でなんでこんなとこにいるんだろうっていうのは確かにそうかもしれないですね。で、さっきの入り口を入って右側を見るとこの階段があります。で、それを上がって3階までお越しください。ここの301と302が、今回の展示会の、展示スペースになります。自分の写真は301の方にありますので、多分入って正面に展示されてるはずです。ルーンとありますので、ぜひご覧いただければと思います。で、この建物って、たくさん部屋があってですね、それぞれ貸してるんですよ。なので、今回、桜井マッチミディアさんの合同写真展と、他にもいくつか写真展だったり、あとこういうね、写真だけじゃなくて、クリエイターさんの発信の場所っていう、そういう感じですかね。だからもちろんイラストとかもあるし、版画とかっていうのも見たことある気がするし、あとアクセサリー販売したりっていう、そういうこともやってたかなと思います。だからいろんなものがありますので、もし興味ある方いらっしゃるでしたら、見ていただいても楽しいのかなと思います。
で、入り口イーストとウエストあるっていうふうに言いましたが、内部でつながってます。内部でつながってるんですが、まあ、さっき言ったようにいっぱいある展示会場をですね突き行かないといけないので、まああんまり来たことがないっていう方であればそれぞれの入り口から入った方がいいかなと思って、今回はイーストの方の入り口をご案内しましたが、こんな風にね、そうそう、これはあの入り口の手前のところにあるんですけども、外か、2階にね、これ階段確かつながってた、中に入れたと思います。からこの赤い階段を通って、ウエストとイーストを行ったり来たりできます。で、その中庭になるようなところにですね、こういうまずお好み焼き屋さん、もんじゃ焼きとかねがあり、もうこのちょっと奥にあのお店見えると思うんですけども、あのビールとかアルコールも売ってます。なんでまあ多分天気いいと思うんで、暑かったらビールとかですね、これもう時間あったら行きたいですね。うん、まあ飲みすぎ注意ではありますけど、ちょっと軽く飲めたり、あとこんな食べ物だったり飲み物っていうのは、これも多分いつもあったと思うな、あの女子美大の時だけなんていう、そんなことはないと思うんで、あのぜひぜひこちらもお楽しみいただければと思います。はい、というわけで竹下通りの交差点まで戻ってきました。そこ竹下通りですね。今日は、そちらでは、まあ、帰りまでそこに行かなくていいですのでね、もう一箇所デザインフェスタギャラリー原宿で俺の写真を見た後、おすすめのスポットをご案内します。竹下通りに行かずにですね、今度こっち左側に曲がります。でちょいちょいと行くとですね、すぐあります。ほら、2階に赤い何かが見えてきました。キャッチャーってやつですよ、あれね。なあなあ、アパスパーより過剰にアパスパー。はい、こちらです。スペンタープラグシップジャパン、もう何回も来てます、実は。竹下通りの後からあのすぐですね、フリーワイフェスタギャラリーからもう5分もあれば来ますんで、もし興味ある方はぜひどうぞ。じゃあその他の準備したいと思います。はい、というわけでですね、道案内動画なんてのを作ってみましたが、こちらですね、桜井町さん、ミリアさん合同写真展、モデルさんの個展っていうのがですね、私は初めて出展いたします。そうね、何を撮ろうかなってのを悩みましたかね。まあ何回か撮ったことはあるんですが、その中から出すよりはやっぱりあのそのために撮り直したかったですし、まあそれはずっとこれからもそうだと思います。あの写真展出すんであれば毎回ねそれ用に撮ってっていうことをしたいと思いますね。あの本当にもしよろしければお越しいただいてですね、あのあこんなやつだったかと見ていただければなと思います。自分はですね、展示する写真は2点、サイズは内緒にしておきますと、あと写真展を作っ、写真展だって写真集を作りました。全部で36ページ、それも今回撮ったやつですね。で写真とこの写真集で完結するような感じで作っておりますので、ぜひお手に取って見ていただければと思います。あと、あの、ツイッターでネタにしましたけども、チロル、間に合うはずなんで、あの、そちらもですね、ぜひ持って行っていただけると嬉しいです。あの、本当、もしお越しいただけたら気楽にお声かけいただいてですね、あの、ツイッターの方であれば、ぜひツイッターの名前、あとはあの顔じゃなくてそのページを出していただけるとですね、どなたかすごくすぐ分かると思いますので、ちょっとおじさん記憶力が最近やばくて、あんまり誰々ですと言われてもすぐ分かんないことあるんで、こんな風にしていただけるとありがたいです。それでは皆さんのお待ちを心より、お待ちしております。で、あとあの当日
に向けてですね、今度は解説動画も作ろうと思いますので、そちらを見てからでも結構ですし、まあ話長当日もし私かとですねお話できれば、どういう写真を撮ったっていうことをですねお話しさせていただければと思います。あと、マチさん、ミリアさんの、10分撮影、確か1000円かな、もあると思いますので、あのカメラマンの方はぜひカメラ持っていただき、ていただいてですね、あの10分撮影も参加いただけるとより楽しんでいただけるかと思います。それでは以上、ケータラオでした。デザインフェスタギャラリーにてお待ちしております。